片岡愛之助です。初ミュージカルということで、私、お声をかけていただき、そして演出家が宮本亞門さんと、決まり、非常に嬉しく思っており、やはり、何をもちましてもその世界初ということですね。そりゃそうですよね。初めて書き換えられるわけですから、ですから非常に楽しみにしておりました。早く自由になりたい、自由になるのはどうすればいいのかということで、いろんな起点を聞かせながら、いろいろこう事件に直面するんですけど、パパッと頭で計算してスッとこの、あたかもそうであったかのような、言ってみると嘘をつくんですよ。そこにだんだんボロが出てきたりするんですけど、それをまたこうそのほころびを見せず、どんどん起点を聞かせながら物語をどんどん進めていくという、私は狂言回し的な、お役でございます。実際ですね、私初ミュージカルということでございますから、もう難しいものは全て難しいんですけど、やはり皆様、ミュージカルをご存知の方でしたら、ソンドハイムさんとお出会うと、うわーすごいのに挑戦するねって言われるんですけど、確かに難しいですね。音がこう下がっていきそうなところで上がったり、上がっていきそうなところで下がるんですけど、それがなんていうの、シャープみたいな音であったり、すごく中途半端な音へグッと下がったりするんですよね。本当に難しく、どうやったら出るのかなと思って、首をかしげたら出るよって誰が言ったのかなれば。今回はもう、まずそもそも私、歌舞伎俳優が演じるミュージカルであり、ミュージシャンであり、声優さんなさっている方もあり、俳優さんもいろんな方が集まっての、まあ、いわゆる総合格闘技みたいなもんでございます。ですからその、化学反応を楽しみにいらしてください。